55からの,竹の子生活参議院とその選挙の法律を抜粋してみたなお以前の衆議院とその選挙の法律を抜粋してみた絵の追加版であり重複する内容は割愛しました画面の上が条文下の緑のテロップは私の要約要約を読み上げます「日本国憲法」 第46条参議院議員の任期は6年とし3年ごとに議員の半数を改選する第59条法律案は両議員で可決したとき法律になる2衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした法律案は衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは法律となる第60条 予算は先にに衆議院に提出しなななければならない2予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合または参議院が30日以内に議決しないときは衆議院の議決を国会の議決とする第96条この憲法の改正は各議員の総議員の3分の2以上の賛成で国会がこれを発議し国民に提案してその承認を経る。 この承認には特別の国民投票においてその過半数の賛成を必要。国会法第54条の2参議院は国政の調査会を設けることができる。第99条内閣が参議院の緊急集会を求めるには参議院議長に請求。公職選挙法第4条2 参議院議員の定数は248人、100人を比例、148人を選挙区。第32条、参議院議員の通常選挙は任期が終わる日の前30日以内に行う。3、通常選挙の期日は少なくとも17日前に公示しなければならない。第36条、投票は各選挙につき1人1票に限る。参議院議員の選挙は、 選挙区及び比例代表ごとに1人1票とに人票する第86条の3参議院比例代表では各政党は立候補者の名簿に優先的に当選となる候補者イコール特定枠を順位をつけて指定できる第130、141、142条特定枠の候補者は選挙事務所の設置自動車各声機の使用 文書図画の配布ができない第95条の3参議院の比例代表は各政党の得票数を1から大きくなる整数で割った章で最も大きいものから順番に議員定数となる賞でそれぞれの党の当選人数を決めるそして各党では当選人となる順位は得票数の多いものから順にとなる。 なお第86条の特定枠の候補者がある場合には特定枠の順位通りに他の候補者より上位の当選者となる68条の3特定枠の候補者への投票はその政党への投票となる比例の例を2つ上の表の通り相違点は青のセルです第95条 参議院の選挙区の当選は有効投票の最多に加え選挙区内の有効投票数割る議員定数割る6の賞以上の得票。ご視聴ありがとうございます。終わり。